こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。毎日ね、電車で、会社へ、行ったり来たりしてるんですけど、まあ時間によってはね、結構、混んでる時間に乗ったり、するんですけれども、いや、いろいろとこうね、乗ってる方のいろんな表情を見たりするとね、例えばね、こう空いてる席がありますよね。一つくらい空いてて、それでそこにね、誰かがパッと来て、こうなんとなくこう窮屈のような感じなんだけど、そこに当然一つ空いてるわけだから、こう座りますよね。そうするとそのね、この隣の方がね、なんかこう懸念な顔をするんだよね。座ってきたみたいなね。だから難しいもんだなと思ってね。結構意外とあれですね、全部が全部じゃないけど、ね、そういうふうにね、なんかこう、自分が座ってて隣が空いててね、やっぱりこうスッとこう座ったりするとね、まあ、非常にね、なんかこう、ああどうぞとかね、そういう方も当然いらっしゃるんだけど、なんかこう無表情でムッとした感じになる方も結構いるよね。だからやっぱりこう人の感情って難しいなと思いますよね。だってそこ空いてるわけだからね、座って何ら責められること一切ないわけですよね。あとは例のあのシルバーシートっていうの、ね、お年寄りとか、ね、体の不自由な方とかね、座る、座席ですけど、結構あれだよね、こう若い人がガーッと座ってて、で、ね、お年寄りが前に行っても、まあ全然席譲るわけじゃないしね、まあちゃんと譲る方も当然いらっしゃるわけですけど、意外と譲んない方が多いよね。だからなんだろうね、やっぱりみんな切羽詰まってんのかね、心に余裕がないっていうのか、なんかそういうことね、やっぱり見ただけでもね、こう時代、今の時代がね、なんかね、こう奥深くないなっていう感じしますよね。やっぱり奥深い感じにならないとね、誰にとってもプラスにならないからね。だからそういう、まあ、一つのこう国の在り方、やっぱりこう現象的なことだけじゃなくてね、やっぱりそういう、こう人間の内面、人間というのはこう感情があるしね、気分があるしね、これとっても複雑だからね、人間はね、今日決めたことがね、明日になったら変わったりするからね。だからまあそれはね、悪いわけじゃないんだけど、でそういういろんなね、こう不確実な、人が持ってる不確実な部分ですよね、それをやっぱりある程度こう許し合う、認め合うっていうね、そういうやっぱり社会になってほしいなと思いますね。まあ毎日ね、電車に乗っていろいろこうね、観察してると、なんか非常にそういうことが目につくもんですから、今日はお話しいたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。